膨らみやって。何の膨らみですか？もう何でもいいんじゃない、膨らみやったら。胸の膨らみ。いやもうミルキーがそれ喋りたいだけやろ。まあいいや、そんなこと言わんとこ。はい、次。膨らみって言えたらほんまに誰なんやろ。絶対変態。笛。笛？リコーダー？リコーダー。リコーダーか、嫌なこと思い出した。あれでもリコーダー嫌な思い出がある。そうあんの。中1の時。なになに？なんか男の子の友達に舐められた。それ一緒。待って、あんな、これな。ね、愛な、ちょっと似てるねんけどな。めっちゃ泣いてんけどな。愛もめっちゃ泣いた、マジで嫌やったもん。中学校の時にな、リコーダーがな、うん、男の子のいたずらかな、うん、なんかでな、私のリコーダーとな、別に何もない、よくわからへんしな、男の子とな、うん、リコーダーと入れ替わっててな、拭いた後に気づいてな、号泣してな。ミルキーが拭いたパターンのやつ。え、多分向こうも拭いてんねん。だから交代になってて、中身が。ほんまに、もうめっちゃ泣いて、めっちゃもうほんまに真剣にショック受けた。中学校。2年か3年の時。そう、笛に関してはいい思い出ないから、次行こう。ほんまに嫌やった、もうほんまに嫌。ほんまに嫌やった、あれも。ほんまに。笛とか入れたらほんまになんで嫌な思い出。笛なんかこれするもんちゃうわ。ほんまや。カンカン。はい。なんでやめた今。え、武士って出てきたから興味ないし。マジで初期の頃武士アイドル目指しますみたいに言ってたやん。なんでこんなさ、やらしいの入ってんの、ブラジャーやって。あ、やっぱ大沼さんがチョイスしてるからな。うわ、大沼さん、最近だいぶオープンになってきてるから。ブラジャーとか入れたらあかんやろ。アイナ。不倫。あ、ちょっとアイナブラジャーの話せへんの。あ、ブラジャーはしたいの？アイナのブラやん、今日。してるわ、ブラジャー。ということで、不倫やって。またそういうの入れる？不倫？多分大沼さん不倫願望でもあるんですか？ダメですよ、不倫しちゃ。もしかしたら不倫なうかもしれない。不倫なう？ダメですよ、不倫した。不倫は犯罪ですからね。はい、次。ちゃんとしたら残ってるかな？フェチ。フェチ。また、そういうの。フェチ？もう今まで散々喋ってきたわ、てっぺんラジオでフェチのこと。もう一回言うと、私は肩甲骨らへん。肩甲骨らへんが好きかな。まあ、ソフトマッチョが好きかな。程よい筋肉、うん、そうそう。じゃあ次。ブルマ。うわ、またそういう、だから、ほんまに大沼さんのさ、下着部門が多いな、今日。大沼さんの趣味ばっかり入ってる、今日。ブルマ？まあ、確かに着てほしい、着てほしいけど、可愛くてちっちゃい女の子に。着てほしいですよね、大沼さん。私と一緒の気持ちなんですね。はい、うん、やって。うわぁ。大沼さんたら。また次出てきたの、フェロモンや。フェロモン？アイナやん。いやいや、どういうこと？いや、もうしかもそれで終わりやん。うわ、今日最悪やん。もう太ももから始まって、フェロモンとか、ブラジャーとか、フェチとか、膨らみとかさ。もう、びっくり。今日の風はあかんもんばっかり入ってた。あかんわ、ほんま。楽しみしててやるな、多分大沼さんは。うわ、大沼さん絶対ニヤニヤしてて、次何弾く？あれかな？それともあれかな？って。ね、怖い怖い。まあ、今日のトークはこんな感じでした。もうちゃんと喋ったの嫌な思い出しかないねんけど。まや、笛の嫌な話。なあ。まあ、いっか。うん。こんな日もたまにはね。うん。はい、という